はい、えー、それではですね、えー、スピード合格講座消費,せ消費生活アドバイザーのですねスピード合格講座第1回目ですね、えー、消費者分野法律分野のですね ユニット2の方を始めていきますユニットと今申し上げましたけれども、まあ、大体あの30分で一区切り置いてちょっと一呼吸置いてまた30分やるとまあ,あの集中力の関係などもありますからね、まあ、30分、まあ、通勤通学途中に使っていただくというようなこともありますので、まあ、大体30分で一呼吸を置かせていただくという形で講義を進めてまいります。 では、えー、学習ガイダンスを一通り終えてということでいよいよこれは科目の勉強に入っていくんですけれどもまずですね、えー、ちょっとしたクイズからやってみましょうルールがまずあります、えー、犬ががこの公園に入れまませんというルールーありましたではライオンはどうでしょうか入れるんでしょうか入れないんでしょうかとあるいはその他の結論があるんだということですね、えー、ちょっとね直感で答えてみてくださいということですルルールは犬は犬入っちゃいいけないよ 犬は入っちゃいいいけないよととうことですよねライオンはどうかな入れるんじゃないかなということですね。いや犬もライオンと同じように入れないんじゃないかなとかですね。あるいはもうちょっと情報が必要だとかですね条件が足りなすぎるとかですねそういったいろんな結論が出ておかしくないという問題になりますけれどもね。 じゃあ、えー、この問題を基本的にね、えー、皆さんに聞いてみると大体3対3対4みたいな感じでですね分かれるんですね3対3対410人いたら3人3人4人みたいな感じで意見が分かれる質問なんですけれどもここにですね私が1個追加します情報をそれは趣旨このルールの趣旨目的というものです。 つまりなぜこのルールがあるのかなんでこのルールが生まれたのかっていうその理由ですね目的のところ、えー、それをおちょっと一言を説明させていただきます例えばこのルールがですよ犬は公園に入っちゃいけないよこのルールの目的が目的が犬のようなこの獰猛な動物がかつてこの公園でですね親子連れのこう小さい子供 赤ちゃんなんかにガブッと噛みついたり、えー、爪でガリガリ引っかいてですね、赤ちゃんに大怪我をさせてしまったと。こういう犬のような危険な動物が入ってくると、赤ちゃんに危害をくえ加える事件が起きてしまうということですね。だから、こういった犬のような危険な動物はこの公園に入れないことにしたんだと。ね、赤ちゃんの生命を守るために、そういう目的で、 このルールを作りましたとしますそしたらライオンはどうでしょうかこうするとね皆さん意見が一致するはずです犬がダメなんだったらライオンはなおさら危険ですよねなおさら赤ちゃんが危ないだからライオンも同様に入れないという風うに解釈していくと いうことになるんですね。はい、最初は直感で答えるとですね。まあ、入れるっていう結論、これもね。十分ありな。あの解釈の仕方なんですけれどもね。判断に迷ってしまったりとかあるわけなんですけれども、趣旨や目的が統一化すると、皆さんの運用は？同じように絞られるということですね。つまり何が大事かというと。 法律のこれから学習していただきますけれども、なぜっていう視点がね、これからとても重要になっていくということですね。どうしてこのルールがあるのかなというふうに考えていくと、法律科目を非常にね、理解しやすくなっていくということです。ね、例えば、ルールには、夜9時になったらテレビの音量を下げなければいけないというルールがあるとします。この理由は何だろうということですね。この理由は何だろう、趣旨は何だろうということですね。これは、近所迷惑になっちゃいけないと。 いいいうことととを考えつつもあと聞きたい人だだっているんだからと音楽聴きたい人だっているんだからという人の利害これが対立していてそこを調整していこうというふうな理由に基づいてこういったルールができていくということですねそしてこの黄色い部分9時になったらで青い部分音量を下げるということはですね <laughs> 法律でいうと、まあ、要件とか効果っていうようなね、えー、言葉があるんですけれども趣旨っていうのはこの先ほどの目的ですよねなんでこの条文があるのかっていう目的要件効果っていうのは簡単に言うと条件と結果です条件と結果で要件というのはこうならばこういう条件が満たされたならばで効果は結論、えー、何々しなければいけないとかですね、えー、何々する権利があるとかですね、えー、結論 ね、こういう条件が満たされた場合にこういう結論が発生しますっていう関係にあるのをこのね「要件」っていう言葉「効果」という言葉ですね、えー、これを分かっておくとあのいいと思います後々ああねたくさん出てきます。要件というのが大事。ねえー、消費者契約法によって、えー、こう被害に遭った消費者が契約を取り消したい契約を取り消したい取り消せる取り消せるっていうのは結論の方なんですけれどもじゃあどういう要件を満たしたら この契約を取り消せるんだろうかっていうのを法律で見ていくことになるわけですね。まあ要件と効果ということは今のうちから知っておく必要があるということですね。はい それではですね、どうしてえー法律が必要なのかなと、先ほどなぜの視点が大事だなというふうに申し上げましたよね。なぜが分かると、こういった未知の問題ですよね。今まで遭遇したことのない問題も、なぜっていうことから考えると答えが導き出せるという関係にあった。だからなぜの視点がとても大事ということなんですが、じゃあそもそも法律はなんで必要なのかということですね。見ていきます。まず想像してみましょう。 ね、こう綺い,いな無人島でですねたった一人で生活を送っていたということを想像してみましょう、ね、そうすると皆さんはきっとですね思うまま誰にも束縛されないで自由な生活を満喫することができるでしょうということですねそうですよね起きる時間も自由、ね、あの食料は生きていくために自分で自給自足しなきゃいけないけれども、ね、あのどういう服装をしようがいつ寝ようがですね大声で叫ぼうが えー、夜遅くまでででですすすねね歌っていいいよううがこ、えー、これはは自由ということににななるはずです誰にももかけないですもん、ね、たった一人で無人島ですからね寂しいかもしれないですけれども少なくとも自由気ままな生活が送れるということですしかしですねそういった生活っていうのはあんまり今ね特にこの講座を聞いてる人はないわけであって何かしら家族であったり友人であったり他人とですね共に暮らしていく。 あるいは共に働いていくとかですねえ、そういった他人との関係というのがあるはずです他人と関係を持つということは何がしかのルールが必要になってきます誰が食料を調達するんですか誰が料理するんですか分担しようよという約束ごとですねこういったルールが生まれてくるとさらにその数が増えていく無人島だったその島にですねどんどん住民が増えていくとどんどん関係も複雑になっていく ね、早く寝たい人もいる、ね、ちょっとした音でもうるさいっていう人もいるいろいろなそうするとおその人たちを統制していくということのためにですねある程度強制力を働かせていくということですね強制的にもうこういうルールにするんだということですねみんなで決めて、えー、で,でもいいしあるいは強いリーダーがですねリーダーシップを発揮してもうこういうルールにするからと。 いうふうに強制して決めていくということですね。え、こういったことが生まれてくるということです。例えばですね、あの人のものを盗んじゃいけないよっていうルールを定めて、それに違反した人に罰を与えていくというようなことも発生してくるでしょう。ね。え、例えばですね、まあさっきの例ですけれども、夜八時には寝たいという人と、夜寝たい夜の八時にはもう寝たいんだというおばあちゃんとですね、いっぱい騒ぎたいと。 いうことで遅くまで騒いでいきたいというような人がいた時にこの2人が対立しますよね衝突しますよね衝突するえそうするとおこのお衝突している人たちのそのグループということの中にですね、えー、どっちに進めばいいの今止まれなのか進んでいいなのかその信号機の役割を果たすえそういったものが必要になってくるということですねそれが法律の条文なんだということですね。 例えば、間を取って8時と10時の間を取って、8時と10時の間を取って、9時以降は静かにしよう。っていうルールにしていくといったことが考えられるということですね。はい、このようにまとめると。複数の人間が集まって社会を形成し、共同の生活を営み始めるとある人の利益と他人の利益とこれ衝突が起きますよと。 このののの利益の衝突ををを調整しししてていく信号機の役割を果たたすものとして法を作りましたよということですねこれがまあ法が発生したきっかけですよとなんで法律があるのかなどうして法律が生まれたのかなそのなぜの部分ということですねつまりこういった衝突がなければ衝突がなければ特に法はいらないよっていうことも言えそうですよね。はい ででもそうではない人と人が集まって生活をしていくという以上ですね何かしか利益が衝突するのであってそれを調整するということですね、えー、そうういいったものとととしてルールーが必要だよということで,すではルールの人と人の関係に関するルールの一番重要な一番一般的なルール民法というものを考えてみましょう。例えば A が見終わった DVD を1,000円で B さんに売るケースと。 ということですね A さん、ね、お互いかわいい顔してますねこれ A さんと B さん A さんが持ってた DVD をこれは売りますよ売り主というふうに言っていくで B さんは A の DVD を買いますよという買い主ということですね。でこの両者で話し合いがつき契約が結ばれたとすると A と B とも相手方に何とかしてくださいとおのの請求できる。 A さんは売る以上1,000円で売る以上その1,000円の代金を払ってくださいと B に対して言っていける B はお金を払う以上 DVD を引き渡してくださいというふうにお互いに言っていけるということですね。A は B に金を払えと買い主である B は A に対して売り主である A に対して引き渡せと いいいうふううふに言っていけるということですねこのように何とかしてください何とかしなさいと相手に言っていける権利を債権というふうに言っていきます債権債権。人に簡単に言うと人に対する権利です人に対する権利人に対する権利 A の B に対する B という人に対する A の1000円払えという権利ですね債権人に対する権利この人弁ですよね人弁人弁 人に対する権利これを債権と言っていきますよ逆に言うとしなければならないという義務も発生するということですね義務も発生するこれを債務というふうに言っていきますね、ここで言うと A さんの債務は何だろう A さんの義務は何ですか A さんの義務は何ですか DVD を1000円で売るんですよねということは A は B に対して何かを上げなきゃいけないんですけれども ね、dvd を引き渡さなきゃいけないという義務を負ってますよね。はい、a から b あ b から a に対して、b から a に対して引き渡せという債権に対応して、b から a に対して引き渡せという債権に対応して引き渡さなければならないという義務を負っています。引き渡さなければならないという義務を a は b に負っています。a は引き渡さなければならないという債務を負っている。で、ね、b の立場から見ると。<coughs> ね、DVD を引き渡せという債権を A に対して持っているのに対して、ね、A の代金を払えという債権に対応して A の代金を払えという債権に対応して B は代金を払わなければならないという債務を負っているというような関係になる。ね、ですからこの関係ではお互いが債権を持っていてお互いがそれに対応した義務も持っている債務も持っていると。 いうようよなな関係になるということとですね、まあ、ところがですね約束したのにですね B さんが全くく代金を払ってくれないといととうことですねえちょっとねさっきかわいい顔だったのにちょっと悪い人になりましたね悪い顔になりましたね。はいえー、1,000円で売るよっていう約束をしたのにそのお約束を果たさずですね DVD だけもらっといて代金も払わないなんてね B さんが悪いことしてるということですね。A さんの立立場に立ったらどう思う思か ね、売ったのにお金払ってくれないということですね A さんとしては、ね、何とかしてしてほいですよねじゃあ A さんが上に物を言わせて代金の回収を行うつまり B に暴力を吹っかけてですね代金を強制的に回収していいかとでもこういうことを認めると社会秩序の維持がでできなくなくるとということですねそういった観点から認められないだけれどもこの状況は A にとって公平とは言えないと。 ということで A はどういう手段でこの問題を解決していくかというと例えば裁判所に訴えを提起して国家権力の力を借りて強制的に代金を回収するというパターンこれが考えられるこれが一つあるあとはこんな契約は解除だと約束を果たさない以上ですね B は債務きちんと約束したこと約束に基づいた義務を果たさない以上ですねもうこんな契約はなしにするということで契約を解除する。 また A さんこう産った損害を賠償してほしいということで賠償請求をしていくということですね。A が B にこの約束を果たさない B に対してですね、まあいろんな方法でこう解決をしていくという手段が設けられていますよということですね。はい。続いて別のケースですね。今度はちょっと A が悪い人だったんですね。A が悪い人の顔になりましたね。はい。DVD が実際は 映像が途途中で途切れてしまう不良品であったにもかかわらず正当な製品だよと騙してですね A が B に対して詐欺を働いてですね1,000円で売るよって言ってですね契約を結ばせたとで今度 B さん騙されたで映らないようなものを1,000円払わされたということで、えー、B さん被害者ですね <laughs> この場合民法上詐欺にあったというふうになって。 その詐欺にあった場合民法ではどういうふうに処理できるかというとこの契約を取取りり消消す、取り消す、すなかったこことととにでできるよということですね。もう契約の段階で最初からこれ問題があっただされたという場合ですねこんな契約はもう最初からなかったことにするということで B はこの契約を取り消すということでなかったことになるわけで当然代金は返ってくるということですねなります。はい、<laughs> 続いて未成年者 A ですね 子供、子供が携帯電話を買うケースということを見ていきますねはい、えー、未成年者というのは例えば携帯欲しいなというとですね親の人お父さんお母さんなどお保護者がですね買ってもいいよっていうふうに同意をもらって契約をする必要がある同意をもらって契約をする必要があるということですねこの同意がなく勝手にですね未成年者が勝手に動いて契約をしてしまった場合ですね ここれは原則ととととして取り消すすいいううががでできるというのルルールです未成年者が年端もいかない子どもが一人で親の同意もなく勝手に契約をできてしまうと次々次々と契約結んでちょっと判断がよく分からずですねで何百万円何千万円ものこう借金を背負わなきゃいけなくなったというですね未成年者自身が被害を被る可能性がありますよね。 ね、判断がいまいち十分にできないこの未成年者が親の監督もなくですね一人で動くことによって自分が後々痛い目に遭うと何億円も借金を負うというですね痛い目に遭うというようなことを防ぐためにですね親の同意なく勝手に契約した場合はそれは後から取り消せるよと。 なかったことにできる年端のいかない子供がしてしまった契約ですから許してくださいということで未成年者が親の同意なく勝手にしてしまった契約というのはなかったことにできるよというのがこれは未成年者の契約のケースということで民法に定めがあるとということですねでは今本当に契約の基本となる民法のですねその触りの部分をちらっと見たんですけれども。 じゃあここれととと関関関連連付けながら消消費費者者問題や消費者ににする関連法についいてて考えてみようということですね <laughs> まずそもそも消費者問題とは何かということなんですけれども、えー、これは今や企業と消費者というのがすごく目的と手段が裏腹な状態になっていると全然異なっているという問題が発生していることから発生する問題だよというふうに言われています。 まず企業というのは、ねえー、物を売って物を売ってですね利益を得る利潤を得るということを目的に活動しているそしてその手段としてですね製品を作って販売をするというような目的と手段がある一方私たち消費者は、えー、生活用品というのを購入して効用を得る効用を得るということですね効用というのはまあ満足みたいな言葉に置き換えていいと思います満足ですね、えー 美味しい食べ物が本当に美味しかったとかですね本当に買ってよかったこの本を読んだら本当に感動してね、えー、本当に買ってよかったみたいなそういった満足ですね、えー、そういったものを得ることを目的としてそのために手段として代金を払ってるということですねおのおのこのように目的と手段が全然裏腹な関係にある違う関係にあるということからですね こういった問題が例えば発生すね企業はものを売って生産販売して利益を得ました手段も正当だったし利益も得ました消費者はものを買って代金を払いましたということですねここまでは良かった企業の目的は果たせた企業の手段もこれは普通に行われたで消費者は代金を払うという手段を取った。 でもこの最後の消費者の目的の部分がうまくいかなかったということですねこの4つの分野4つの分野のうち3つはいいんだけど3つはその通りになったんだけれども1つだけこの消費者の目的の部分だけがダメだったというケースがあります例えば紅葉がないね痩せるっていうふうに書いてあるから買ったサプリメントなのに全然効かないじゃないかということですね全然効かないどころか被害を被ったと サプリにその毒性のある物が入っていてですねその中毒になってしまったということですね副作用薬の副作用的なものが発生してしまった体に悪かったみたいなですね効かないとかねそれを使ったために被害に遭ったというようなですねそういった問題が発生する場合があるということですね。 で企業と消費者が同じ目的と同じ手段に向かって一生懸命協力してやり合う関係であればですね企業も一生懸命その消費者の目的も達成されるよう必死に頑張るんでしょうけれどもこのように目的と手段が裏腹な関係にあるためにですねこのような問題が発生するというのこれが消費者問題という,ふうに言っていきますねまたもう一つ考えるポイントとしてですね、えー、消費者者と事業者 にはですね格差がある格差があるまあ簡単に言うと企業が強くて消費者が弱いという関係にあるということを考慮する必要があります。そうですよねあの大企業がね悪いことしてると気に入らないと企業だと言った時に消費者がそれをなんていうのかなやっつけるぞと言ってもですね企業の方が圧倒的に情報の量も交渉の力も高くてですね格差があるなかなか一人では勝てないというところがあります。 そこで消費者を法律は否記してあげるある程度否記してあげると消費者にと対して有利になるようなルールにちょっと民法のルールを修正していこうということですねこういった発想が働きますそうするとですね例えば民法では詐欺が成立しない取り消しできないような場面でも民法上の詐欺には該当しない 結果として契約を取り消せないというような場合でもそれを救う網として消費者契約法という法律を作ってですねここの消消費者契約法に基づけば取り消しがでできちゃううよということいすね民法では詐欺とまでは言えない騙したとまでは言えないというような場面でも消費者契約法を根拠にこれは取り消しができるという制度を設けるあるいは他の例として民法では えー、このケースではちょっと契約解除できる契約をやめられるっていうような根拠は特に民法では見つからないよなというような場合であったとしても特定商取引法という法律を根拠として無理由無条件に解除ができるまあクーリングオフというふうに言ってきますけれども無無理由無条件で解除権、えー、このクーリングオフというのを認めていくというようなパターンがあるよということですね。